髪の毛を結んでこっちに流れるようにしてる。ちょっと私服ロケだったから、私服収録？ロケじゃない、収録だったから、この服に合う髪型にしてしまった。ツインテールはね、フェス限定です。つい珍しい、そう珍しいですよね。さやかりんが冷蔵庫使えないそうなのですが助けてあげてください。さやかりん冷蔵庫使えないんだ、助けてあげたい 助けてあげたい。でもね、なんかどうなんだろう、なんかねメンバーによってホテル違うんだよね今日。なんかね空いてないらしい、なんかいっぱいらしい最近ホテル。だからね、私と同じとこに泊まってるのは多分明日の部が一緒な人だけな気がする。どうなんだろう、一部からかな、一部からだったら一緒かも。そしたら冷蔵庫を貸してあげれる どうなんだ。そう、珍しいんですよね、なかなかみんなが別のとこになる。多分結構バラバラなんじゃないかな。まあね、STはね、いろんなホテルに泊まってきてますからね。もうどんなホテルでもね、わかるんですよ、入った瞬間、あ、このホテルはこうだなって。あとなんか昔何年か前に1回だけ泊まったホテルとかも意外と覚えてる。クマありがとう、桜もありがとうございました。幽霊、あ、全然幽霊的なことではないんだけど、なんか機能っていうか、あ、ここはこうですねみたいな。お気に入りのホテルとかある？なんか別にホテル自体がどうこう思うことは私は特にないです。まあベッドの近くに充電器あればなとは思うけど、それよりも周りに何があるかが重要 周りにご飯屋さんはあるか、テイクアウトはあるか、コンビニがあるか。まあ、東京だとね大体あるんだけど、大事ですね。何のコンビニがあるか、遠いか近いか、それもめっちゃ大事。それがね、住みやすいところをね見極めるコツです。まあ、撮ってるのは私じゃないんですけど、大人なんですけどね STU の。今日一人部屋なんですよ。そう、でもお話し会の日って大体みんな一人部屋じゃないかな、あんまり二人なことないかも。だからね、ゆっくり過ごしたいと思います。こんばんは、こんばんは。そうなん、日によるか、でも大体そうじゃないかな。なんかお話し会ってメンバーによって始まる時間違うから、なんかバラバラなメンバーが一緒になることはあんまりないか。そうなんですよね、スティーはね、瀬戸内に住んでるからなかなかね、関東とかのお話し会だとホテルに泊まることがあるんですよ。
お疲れ様です。今日はフェスありがとうございました。なんか紫のペンライトがちょこちょこあって、いやありがたいなって思いました。なんか若干久しぶりでした、フェス。息をする心とかもね披露しましたよ、うん、また披露したいな。楽しかったです。俺も勢いた、俺も勢いたのかな、なんか言いなかったのかな、ちょっと多分いなかった気もする。なんかいろいろ叫んでる人はなんかいたんだけど、俺もは言いなかったかも。でもなんか皆さんのコール聞こえましたよ、ありがとうございます。 TDC ホールで、なんか大好きな人の妙本助とか言ってる人いて、なんか懐かしいなと思った。いいですね。久しぶりのフェスはあったまりました。ミカニャンとは LINE はしてたんだけど、なんか話せなくて、直接は。ただ入れ違いの時にあってなりました。なんか髪の毛終わったら会いに行くねみたいなの言ってたんだけど、なんか思った以上に時間がなくて行けなかった。でも楽屋はね隣だったんですよ、 NAB さんと。そう、次がね STU のなんか次の次とかだったから、 NAB さんが裏ではあったんやけど、でもそんな喋る時間もなかった。もうすぐって感じでした。残念。でもちょっとだけ見れたからよかった、可愛かった。そう、2日間で44グループも出演した。あ、そうなんだ、そんなにいっぱい、すごいね。めっちゃいっぱいだ。その中からね STU をね好きになってくれたら嬉しいな。今日すごいなんか東京車混んでて、到着が30分ぐらい遅れて、メイク時間がギリギリで大変だった。なんか3時間メイクの時間あるんですけど、2時間半になってしまって、私結構最後の方だったからメイク交番がやばいってなって、だからあの髪の毛をあのメイクさんにもうツインテールでってお願いしました。ツインテールだったらなんか髪の毛をこうストレートにするって結構時間かかるんですよ、ちゃんとしないといけない。あのハーフアップとかいろいろ時間かかるから、ツインテールは簡単にできるから、ツインテールでって言って、その珍しいツインテールにはねそういうわけがあったんですよね。雨だったからかな、まあ、すごいめっちゃ道路混んでた。でもねずっと寝てたから分かんないんだけど、移動中はなんか着いたらね早くメイクって言われて、やばいやばいって汗汗いポニーテールよりツインテールが簡単なの。なんかポニーテールにする元気がなかった、頭皮に。ポニーテールは皮膚を引っ張り上げられる、まあ、気合は入るんだけど、あのその分なんかすごい頭皮にダメージがあるんですよね。で今日はちょっと頭皮を痛めたくないと思って、ツインテールだったら下の方で、まあ、高めじゃなければいいから、ちょっとね最近頭皮休ませたい。
休ませたい体調なんです。なんかね、あんまり普段しないんだけど、やばいんよ本当に。なんかもう痛いんですよポニーテール。クマありがとう。なんか普通のゴムで、輪っかのゴムでくるくるって くくると思うじゃないですか。こうこうやってこうやってやって、あのよくある輪ゴムみたいなやつでこうやって。違うんですよ。なんかメイクさんのポニーテールの作り方は、なんか一本の紐をなんかどうやってるんか分かんないけど、こうなんか伸縮性のある一本のゴムをギュッて引っ張って、その一本のゴムをぐるぐるぐるって巻いてギュッて縛るんですよ。だからもともと輪っかじゃなくて、輪っかのゴムじゃなくて、なんか一本の長いゴムを紙に巻きつけて、それを縛って最後にハサミで切って、なんかどうやってる原理なのか分かんないんですけど、なんかきついね、つい縛りを実現するんですよ。だからなんか髪の毛外すってなってもなんか外れないんですよ。こう輪っかのゴムじゃないから。だからあのポニーテールしてるメンバーとかはいつも多分ハサミで切らないとゴムが取れないんですよ。でなんかそれをね、なんかするのって結構頭皮に負担がかかるからだからね、毎回ポニーテールやってるメンバーは本当にねすごいんだなと思ってあげてください。高めとかかな、低めとかだったらまだそんなだけど、本当にね自分の後ろ側で行われてるから、何が起きてるか分かんないけど、なんかすごいことが起きてるには間違いないんですよ。めっちゃ死ぬほど痛いから、痛いっていうかなんか皮膚が引っ張り上げられるから何が一体何がみたいな、ハゲてこない、え言われるメイクさんに、ハゲるよって、いつかハゲるよみたいな、なんか誰だったかな、ユナユナが言われてた、この間なんかユナユナがポニーテールをよくするんですよ。でユナユナは毛量がめっちゃ多いんですよね、髪の毛の量が。でそれをポニーテールにするから、こう後ろにめっちゃ負担がいくみたいな、こう常に同じぐらい危険を伴うポニーテール、気をつけてください皆さんも。ただやってるとめちゃくちゃ可愛いから、いっぱい褒めてあげてくださいまあ目立ちますしね、みんなが下ろしてる中結んでたら。クマありがとうございます。ハイリスク、そうですよハイリスク、まあノーリターンってわけじゃないけど、でもまあ割とリスクありです。これもね一応結んでるんだけど、これはねそんななんですよ。ここわかるかな、全然下で結ぶ分には全然もう重力で落ちてくので大丈夫。本当にね髪の毛毎日スプレーしたりアイロンしてるから悲しい、傷んでく。明日はお話し会、リアルお話し会よろしくお願いします。なんか服をね、なんか生誕のフラワーを持ってくる予定だったんだけど、なんかちょっとめっちゃいろいろあって、説明すると長くなるんで省くんですけど、いろいろあって持ってこれなくて、明日はねちょっと私服でね参戦したいと思います。ただちょっと私にしては珍しいピンクで行こうと思うので、まあちょっとあのレーン過ぎたらピンク色のおきぽが待ち構えてるので、ちょっと楽しみにしててください。クマありがとう。
そう。お待ちしてます、明日。でも割とそんなすごい薄ピンクとかじゃないかも。桜っていうよりかは結構ビビッドピンクって感じ。珍しくね、下ピンクです。いけなくて残念。あら残念。明日も行きます。待ってます。明日会えるの楽しみにしてる。待ってます。うれぴ。まあ明日の服は明日ね、見に来てみたら分かりやすいかなって思います。見に来てくださいな。はじめまして、しに行きます。おお、待ってるね。会ってお話できるのめっちゃ久しぶりね。久しぶりだよね。まあね、あさってもね、STU48 祭っていうお祭りがあるんだけども、イモンステレビ見たで。ありがとうございます。イモンステレビ、なんか私なんか配信もあったの知らなくて、放送だけかなって思ったんだけど、もう配信でも見れるみたいで、告知しないとなって思ったんやけど、なんと不眠耐久レースがね、第2回が開催されまして、先月ぐらいかな、先月ぐらいに収録したんですけど、またねやってきました。まあ、結果はまだ放送されてないんですけど、すごい。でも今回はちょっと騙されて、なんかソリ滑りのロケと称されて、めっちゃソリ一日ロケして、その日の夜の夕ご飯中に「今から不眠耐久します」って言われて、マジでもう騙された大将なんですけど、ぜひ楽しみにしてください。本当に私ね、あの日ねオールで行ったんですよ。でもソリ滑りのロケとしか言われてなかったから、オールして行って、朝早かったからオールして行って、そしたらなんか移動中の車でも寝させてこないなと思ったんですよ。なんかすごいスタッフさんがめっちゃ喋りかけるっていうか、ずっと喋りかけられるからずっと寝れなくて、でそのまま一日でもロケはね、私頑張ろうって思ってめっちゃ頑張って、もうソリをね滑って動いて動いて、やっと寝れるって、私寝るのが一番楽しみなんで、やっと寝れるって、休憩中も寝ずにずっと夜寝ることを楽しみに生きてて、ご飯食べてたら「今から不眠耐久です」って言われて、「オーマイガー」って。そっから私のねマジで大変だった睡魔と戦う私の不眠耐久レース、楽しみにしててください。そうなんですよ。なんか前はね、1回目の時は不眠耐久しますって、あ、言われてたっけ、言われてはなかったか、言われてはなかったけど、なんか割とベストコンディションで挑んでたんだけど、今回はねノーベストコンディションで挑んでます。大変。2オール、そう2徹夜、もうその日の朝やばかったよね私。 本当が不眠耐久終えた後、朝普通だったら夕方とかに仕事って終わるじゃないですか。不眠耐久終わったら朝に仕事が終わるんですよ。で朝なんか家に帰ってる、歩きながらフラフラしてました。 2日間オールしてるってなって、でその日も昼に仕事あるから、もうなんか寝たら私遅刻するんじゃないって思って、頑張ってなんか仮眠は取ったけど起きた記憶がある。頑張りました。まあ結果がどうなってるのかはちょっとお楽しみに見てみてください。 でもねその日の睡眠はねもうめっちゃ気持ちよかった。こんなに寝るのが気持ちいいってことあるんだみたいな。
肌に悪い。いや本当ね、肌に、お肌の天敵ですよ美容。寝不足は。仮眠はどれぐらいの時間？いやそんなね心配されるほどなんか不眠ではない。めっちゃ寝た。3時間4時間ぐらい。でももうねいいかも。まあやりたい不眠耐久はねベストコンディションだったらいけるんだけど、ちょっとこういうめっちゃ疲れ果てた後の不眠耐久は大変でした。お風呂上がり可愛かった。いやそう撮影するってさ知らなかったからさ、めっちゃドスッピンでテレビに出てしまって悲しい。ドドドドドスピン。お風呂入ってメイク落としていいですよって言われて、お風呂入ってメイク落としたら、今から撮影 What do you mean? Do you mean? だった。本当に大変だ。大変ですが頑張りました。ちょっとね明日がね一部からあるから、今日はちょっとね早めに終わろうと思うんだ。ちょっとね眠いから。でも何分ぐらいに終わるかな、まだ始めたばっかかな。30分に終わろうかな。と思います。明日お話し会よろしくお願いします。いっぱい話しましょう。明日ね、多分マスクないんじゃないかな。あの、私たちがね、皆さんは多分しないとダメだと思うんだけど、もしかしたら。もしかしたらっていうか、おそらく。メンバーのマスクが外れるんじゃないか説。え、もしつけてたらごめん。でもね、マスクしないでいいってなったから、ないんじゃないかなって予想しときます。だったらいいね。まあ最近お見送りでもマスクしてないし。マイクの位置が低いのどうにかしてほしい。ねえ、だから皆さんが思ったより背が高いんだよね多分。私とか女性でちょうどいいぐらいかもね、もしかしたら、うん、背高い人めっちゃかがんでて大変そうだなって思うよ。申し訳ない。あのリリーベの時のお話し会とかメンバーと同じ位置にマイクつけてるついてるから、まあ、あれはでもしょうがないんだよ。リリーベの時はしょうがないんだよね。でもなんか申し訳ない。みんな180センチあるぐらいあるファンの人とかはもうなんか腰痛めそうな。めっちゃ縮んでくれて。でもね、私リリーベの時はね、私のこの目の前にここにマイクがあるから、もうほんチューするんかなってぐらい顔が近いんですよ。照れますね。でもね、リアルはね若干距離あるかな。でもねマスクしてないからね顔いっぱい見れると思うよ。そうだからメンバーによって高さ違うか。チューしようぜ、チチ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 チ、アリオ倉敷もそんなかな。どうだろうね、今までと一緒だったらそうかも。広島のリリーベの時近すぎて照れたね。私も照れた。また照れましょう。ぜひぜひ待ってます。明日もお待ちしてます。明後日もあるんだけどね。だから金曜日も終わったら土日はもうね会いまくりですよ。会うしか。明日明後日楽しみね。え、私も楽しみ。
シティホーデッドサイもよろしくお願いします。写真集のタイトル気になります。写真集のタイトルね、決まったぜ。一昨日かな、この間決まりました。一応確定な気がする。私的には結構気に入ってる。早くね、いろいろ、でも本当にもういろいろ決まってきてるから楽しみにしててください。皆さんも予想してみてくださいどんな感じかなって。あと1ヶ月。そうなんですよ。なんか自分的にはすごい、なんか今年特になんだけど、2023年は自分がやりたいって思うことをいっぱいやっていこうって思う年にしようと思ってるので、だからなんか1月とかもなんか1月にセンターやりたいと、写真集出したいって言ったので声に出して、そしたら写真集が叶ったので、もうね2023年は自分のやりたい夢を全力で追いかける1年にしたいなって思います。そう、もうただただひたすら頑張っていこうかなって。あ、いつもがね頑張ってなかったわけじゃないんだけど、まあ、こんなにね今年の目標はって具体的な目標を言うことがあまりなかったので、写真集の次の夢はセカンド写真集を出すこと写真集の次の夢だって言われたらそうか、でもセンターになることですね。ドラさんで、ね、私だけセンターやってないの、なんか頑張らなきゃなって思ったそろそろ終わろうかな。すごいタイトル候補考えてくれてる、みんなセンスありますね。それでは明日リアルお話し会よろしくお願いします。今日すぐここ待ってます。ピンクの置き棒が、ピンクの置き棒は珍しい。ではちょっと短かったんですけど、そしてゲリラで申し訳ない。明日配信するかな、多分する、寝てなかったらする読みます、壇上読みます。13位一下さん、12位ササークさん、11位おりちゃんさん、10位デュークさん、9位カズノイさん、8位キョウイさん、7位スギヤンさん、6位ジェリーさん、5位バンボシさん、4位シロクマさんでした。13位からまでの皆さんありがとうございました。そして3位がモエピーさん、2位がカイデスさん、1位がコバチャさんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。お疲れ様、金曜日お疲れ様でした皆さん。そして壇上の皆さんも、コメントしてくださった皆さんもありがとうございました。また明日、まあ明日会えない方もねいらっしゃると思うんですけどね、会える方はいっぱい楽しんで会いましょう、会えない方は夢の中で会いに行きたいと思います。というわけでおやすみなさい、バイバイ。金曜日お疲れ様でした。さようなら。